どうも皆さんこんにちは、チャックバツです。本日はですね、マリオットボムホテル特別オファー 30% オフキャンペーンとですね、 Q1 グローバルプロモーション追加情報ということで動画ねやっていきたいというふうに思います。今回のキャンペーンはですね、2月の8日にマリオット会員ですね、対象者限定でメールが来ているっていうキャンペーンになっております。でですね、一応ねメールにはですね 30% オフっていうね記載があるわけなんですけども、私がね予約検索した感じだとですね、一般料金より3000円ぐらいですかね、安いっていった感じになっておりまして、もちろんね日付とかホテルによってね価格変わると思うんですけども、この点はですねご了承いただきたいなというふうに思っております。またですね、宿泊実績2倍ポイント2倍の Q1 グローバルプロモーションについてもですね、追加のね情報がありますので、ぜひね最後までご覧いただければなというふうに思います。ではですね、キャンペーンの詳細ね行ってみたいというふうに思います。特別なオファーのご案内、次回の滞在 30% オフでご利用いただけますという感じで対象者にはですねメールが来ているっていった感じになっております。でですね、予約期間が2021年5月の31日まで、宿泊期間が6月31日までっていうふうになっております。でですね、特典に関しては次回の滞在 30% オフということで1回のみのね利用というふうになっております。対象ホテルについてはですね、キャンペーン対象のホテルとそうでないホテルがねあるっていった形になっておりますので、またですね、私が検索でね見た感じだとですね、このキャンペーンで検索する価格とですね一般の価格ですね逆転しているところもね中にあるっていった形になりますので、この点はね注意していただきたいなというふうに思っております。でですね、マリオット会員の方にはですねこんなメールがね届いているっていった形になっておりまして、この動画ね見られている方、このメールね来ている方いらっしゃらないでしょうかね。マリオットからね来るメールというのはそこまで多くないと思いますんで、まあ、見落とすことはねないのかなというふうに思うわけなんですけども、中身ねチェックされない方もねいらっしゃるかなというふうに思いますんで、ぜひねマリオットボムに、ね、登録しているメールアドレスですね、ぜひねチェックしていただければなというふうに思っております。でですね、実際にねどのぐらいお得になるのかっていうのはですね検索してみたんですけども、こんな感じに、ね、なっております。こちらねあくまで一部というふうになっておりますし、価格に関してもですね検索するタイミングによってですね変わる可能性ありますので、価格はね参考程度に見ていただきたいなというふうに思うわけなんですけども、プリンスギャラリー清井町であればですね最安値が 47,500円なわけなんですけども、まあ、今回のねオファーで検索すると 35,000円、リッツカールトン東京に関しては51,850円が最安値で、オファー価格がですね 48,800円といった形になっておりまして、まあご覧の通りですね、一応最低価格よりかもですねこのオファーの方が、まあ、若干ですけども安くなるっていった形になるんですよね。ですので私がね検索した感じだとですね、まあ、30% までね安くなってるというふうにはね思えないわけなんですけども、まあ、ある程度ですね価格はね抑えられているかなっていう感じですね。まあ、中にはですね 30% ねオフのところもあるかもしれないんですけども、まあ、私が調べた感じだとねちょっと出てこなかったっていった感じになりますね。ということで、まあ、今回のねこのキャンペーンは 30% オフっていうね形で書いてはあるわけなんですけども、まあ、そこまでですね割引はされてないっていった感じですね。ですので今回のキャンペーンについてはですね、今現在ですね予約を持たれている方はですねぜひねメールチェックしていただきたいのと、ホテルもね検索してみていただきたいなというふうに思います。少しはね安くなるかもしれないななんていうふうに思っております。でですね、ここからの話についてはですね、利用するかどうかはですねご自身で判断していただきたいっていうふうに思うわけなんですけども、今回のこのメールのキャンペーンはですねメール対象者限定ということで、実際にメールが来てない方ですね利用できるかどうかわかんないんですけども、今回のこのキャンペーンはですねマリオットボムにはプロモーションコードってありますよね。プロモーションコードを利用したねキャンペーンっていうふうになっておりますので、プロモーションコードを入れればですね予約することができるっていった形になってるんですよね。でですね、プロモーションコードに関しては MR4 っていうねプロモーションコードというふうになっておりますんで、こちらね入れていただくとね誰でもね予約することができるっていった形になってるんですよね。でですね、私に関しても私ねメール来てないわけなんですけども、今回ね人柱ということで利用できるかねどうかねやってみたいな
なというふうに思いまして、このキャンペーンのねプロモーションコードを利用してですね予約してみたっていった感じになってるんですよね。もしね利用できそうであればですね、私の動画のねコミュニティ欄などですね発信していきたいなというふうに思っております。ですけど、まあ私がね利用させていただくのは3月末っていうふうになりますんで、まあ、それまでねちょっと結果わからないわけなんですけども、もしね利用されたいという方はですね、それまで待ってからですね利用していただいてもいいのかなというふうに思っております。でですね、私が利用させていただいたのは土日にね利用させていただいたわけなんですけども、最安値よりですね5000円ぐらいね安く予約することができたっていった形になっております。それでは次にですね、宿泊実績2倍ポイント2倍のですね Q1 グローバルプロモーションなんですけども、私の動画のねコメントですね、デスク回答がね変更になっていますよっていうね情報をいただきました。本当にねありがたいなというふうに思っているわけなんですけども、ちょっとね私が動画で解説している内容とねちょっと違かったということで再度ね確認させていただきました。でですね、この Q1 グローバルプロモーションに関しては200以上の宿泊でポイント2倍、宿泊実績2倍っていった感じになるわけなんですけども、私がね以前問い合わせた時はですね、一つの予約番号でないと対象ではないっていうね回答だったわけなんですけども、こちらはですね一部変更っていった形になりまして、有償の予約の場合に関してはですね予約番号が一つである必要はねないっていった形になっております。ちょっとねデスクの回答変わったっていうふうにね言っておりましたんで、有償の予約であんまりねこの予約番号が変わるっていう方ねいらっしゃらないかなというふうに思うわけなんですけども、まあもともとね2泊宿泊する予定で急遽ね1泊追加したみたいなね、そんな時に関してはですね予約番号ね分かれてしまうわけなんですけども、まあ今回のこのデスク回答ではですね有償の場合に限ってはですね予約番号分かれても OK っていうふうになりましたので、今回のね Q1 グローバルプロモーションに関してはですね有償の予約ねされている方はですね特にね注意しなくてもいいのかなというふうに思っております。でですね、有償の宿泊とポイントを組み合わせた場合なんですけども、この場合はですねやはりね予約番号は一つでないとですね対象ではないというね回答でしたので、以前ね解説した通りですね予約番号が分かれている方に関してはですねデスクに連絡していただいて予約番号ね一つにしてもらう必要があるっていった形になっております。またですねこれから新規で予約する場合はですねポイントで検索していただいて支払いねカスタマイズした状態でですね組み合わせて予約していただければなというふうに思っております。でですねこの実際の予約方法に関してなんですけども、以前ね解説した動画でですね詳しくねやり方解説しておりますので、そちらね見ていただけたらなというふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですねマリオットボンボホテル特別オファー 30% オフキャンペーンとですね Q1 グローバルプロモーション追加情報ということで解説ねさせていただきましたけども、まあ、今回のキャンペーンに関してはですね、まあ、30% オフというのはねちょっとそこまでね割引にはならないわけなんですけども、まあ、メール来ている方に関してはですねお得にね利用することができるっていった形になっておりますんで、とりあえずねメール来られている方はですねぜひね利用してみていただきたいなというふうに思っております。またね Q1 グローバルプロモーションに関しては、まあ、デスク回答がね変わったり変わんなかったりねしておりますんで、回答がね変わるようなことがあればですね分かりましたらこちらのチャンネルでね発信していきたいなというふうに思っておりますんで、ぜひねチャンネル登録ねしといていただきたいなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が気になった方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。